皆さんこんにちは、ケージチャンネルです。本日4月2日はスーパーファミコンでファイナルファンタジー6が発売されてからちょうど30周年なんだそうです。30年前の今日にこのゲームソフトが発売されていたんですね。いや、このゲームのパッケージ懐かしく感じる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いやほんと最高のゲームパッケージですよね。まあせっかくだからちょっと裏も見てみましょう。あ、懐かしい。表は覚えてたけども裏は忘れてたっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。大容量24メガなんて書いてありますけれどもね、せっかくだからいろんな角度見てみます。こっち、あとこっち。最近のファイナルファンタジーのキャラクターに囲まれてちょっと緊張気味のファイナルファンタジー6。いやせっかくだから開封してみましょうよね。30年前の今日はちょうど土曜日だったそうでして、今だとね新しいゲームソフトが土曜日に発売されるってなかなか考えられないですよね。まあ、当時ね子供だった私は自転車を立ちこぎしてこのゲームを買いに行きました。生まれて初めてゲームソフトを予約して購入したのがこれだったんですよね。でね、買いに行ったらね、案の定おもちゃ屋さんに同級生のやつらがいっぱい集まってました。朝一からみんな買いに来てたんですよね。まあ、関係ない話ですけどスーパーファミコンの箱とかプラのケースってなんか香ばしい匂いしますよね。このプラのケースちょっと香ばしいですよね。うわ、これ懐かしいね。これね、こんなのあったね。まあ、当時はねゲームの中にチュートリアルなんてなかったわけですから、こうやって説明書がついていてね、このねファイナルファンタジー6の説明書は比較的分厚い方ですね。もうねゲームやってない時間はね説明書ばっかりずっと読んでたね。そんな方多いんじゃないでしょうか。ほらこうやってさ地図とかもついててね、この先の物語どうなるんだろうとか想像しながらこんなのを見てましたよね。出発。ステータスの異常まで説明書に書いてあったんだね。こんなのもね意味もなく何度も読み返しましたよね。キャラクターの紹介とかがちょっと待って、何これ。あ、ペラ入ってる。ペラ懐かしい。ちょっと後で見てみましょうか。ファイナルファンタジー6は非常にたくさんの仲間のキャラクターたちがいましたよね。一人一人のキャラクターの物語がしっかり描かれている、すごく重厚なゲームとなっておりまして、こういう RPG のね金字塔的存在でしたよね。いやまあ仲間がたくさんいるゲームっていうのはドラクエ4あたりが最初だったりするかもしれませんけれども、一人一人の描き方がねよりドラマティックだったりすごかったですよね。ここだけの話、私説明書の匂いとか嗅ぐの好きだったんですよね。まあそんな怪しい性癖を暴露したところでちょっとこのペラ見てみましょうか。ライブアライブって書いてありますからね。うわー懐かしいですね。これもはやファイナルファンタジー6の話から逸脱してますけれども、裏は何だろう。いやーこれねこんなの記憶に全然ない。いやでもこのペラのライブアライブはなんか見覚えあるんですけどね、こっち側全然わからないですねこれね。だってこんなアニメ見たことない。まあ、ひょっとしたらですねスーパーファミコンのこのファイナルファンタジー6まだ手元に置いてますっていう方も少なくないんじゃないかなと思います。それだけねすごい名作のゲームソフトですから、まあかくいう私もでもずっと持っていなくって、まあ、確か去年のお正月かな、まあ、改めて購入したんですよね。でせっかくだからこれ起動してみようと思ってもスーパーファミコンの本体がないんですよね。ただ安心してください、これがあります。スーパーファミコンミニ、ファイナルファンタジー6入ってるんですよね。当時このオープニングどれだけ興奮したことか。そしてゲームを進めていってラスボスに到達した時にまた一つ驚きがねありましてね、ケフカの BGM はほんと狂ってましたよね。あの BGM 大好きで何回も聴きましたよ本当に。当時スーパーファミコンのゲームの中でもドットのグラフィッククオリティがずば抜けてこのゲームは高かったですよね。その後スクエアはバハムート・ラグーンとかルドラの秘宝、ロマンシング・サガ3とかもそうかな、さらにドットのクオリティを高めていったりするんですけれども、当時ですね、やっぱりこの辺のグラフィックにものすごい迫力を感じていましたね。グラフィッククオリティがドットの方で極まっていたので、7が出るってなった時にポリゴンになることにちょっと懐疑的な気持ちもあったんですよね。ドットのまま進化してくれた方がいいんじゃないのっていう気持ちがちょっとどこかにあったりはしたんですけれども、今となってはね、今の進化の方向性で正解だったんだななんていうふうに思ったりもします。ただドットの魅力はね、今も昔もゲームには間違いなくあるのではないかなと思います。アクティブタイムバトルとはいえ、今となってはただ数字のやり取りをするだけのこの戦闘はちょっと退屈なのかもしれないんですけれども、戦う回数を重ねてレベルが上がって HP が上がったり攻撃が上がっていって、数字がちょっとずつ大きくなっていくっていうところに楽しさをなんか感じていましたよね。ファイナルファンタジーは、当時からどちらかというとそんなに難しくない部類の RPG でしたよね。変な話、戦うばっかりやってるだけでおおむね勝てちゃう、ボタンポチポチ押してるだけで先に進めるようなゲームになってましたけど、6はちょっと工夫がありましたよね。なんか攻撃しちゃダメなタイミングみたいなものがあったりとか、敵から挟み撃ちされたり、戦闘中にコマンドを入力するといった要素もあったりしましたよね。ダメだよ、今攻撃したらダメ、今攻撃したらダメ、やっちゃったわ、いてえ。今のはサンダラと同じエフェクトですかね、確か。攻撃魔法のエフェクトもね、一つ一つ全部かっこよかったですよね。というわけで今日は「ファイナルファンタジー6」の思い出をね、もう思いっきり語ろうよと。みんなも、思い出ある方は、ぜひコメント欄にね、皆さんのファイナルファンタジー6の好きだったこととか、それにまつわるね、なんか思い出みたいなのをぜひね、書き込んでほしいなと思います。なんか、私のチャンネルではいつも、最近の新しいゲームの話題だとか、これから発売されるゲーム、発売されたばっかりのゲームの話題なんていうのをね、中心に取り扱っておりますけれども、たまにはちょっと過去に振り返ってみるのもいいんじゃないのなんて思っております。いや、それこそね、私子供の頃からゲームが好きで、ゲームの発売日前日に楽しみすぎて眠れなかったことが2回あるんですよ。それが1回目がファイナルファンタジー6なんですよ。これマジですごい、本当に初めて、夜寝れなかったの初めてなんだから、なんか楽しみすぎてもう目冴えちゃって、ギンギンに、わ、これ寝れないぞ寝れないぞって朝になっちゃったので、そのまま寝ないで次の日ゲーム屋さんにチャリンコ立ちこぎして買いに行ったわけね。多分 FF6 の話は過去に動画で何回かしてると思うんで、同じようなこと話してるとは思うんですけどね、ほんと寝れなかった。で1回目がファイナルファンタジー6、じゃあその次発売日前日に寝れなかったゲーム何かって FF7 なんですよ。7の時も寝れなかった。寝ずのファイナルファンタジーなんですよね。でも最近といえばね、もう夜中12時からゲームができちゃうわけですよ。ダウンロード版で購入すれば。だから、楽しみで寝れないとかない。だってもうプレイしちゃってるわけだから。ね、時代変わったな、なんていう風にね、ちょっと思いますよね。買いに行ったその日のことね、まだね、今でも結構思い出せるんですよね。晴れてたけど、で、4月なんだけれども、まだ道のあちこちに、隅っこにね、雪が残っていて、なんか道路がこう濡れてるような感じの中、うわーって朝で、自転車で走って買いに行ったなーなんてね、思います。キャラクターはみんな誰が好きですか？いや、多分シャドウって答える方はすごい多いんじゃないかなと思います。私もシャドウ大好きでね。でシャドウといえばもうマタイリクマタイリクの罠に最初みんなかかるよね。それはね、だって気づかないよ、子供だもん気づかないよ。大人の今でも気づかなかったかもしれないけれどもさ、あれはちょっと罠だなとかってちょっと思っちゃうんですけれどもね。でもね、そういうなんか昔のゲームには取り返しのつかない要素みたいなのが結構あったりして、今だと嫌われるんだろうなぁなんて思いますね。なんか昔はそれでなんかそのもう一回やり直して、でも取りに行きたい仲間たちをみたいな、そんなね、そういう楽しみも一つあったなぁなんて思いますけれどもね。ゲームのボリュームが違うか。今ゲームやったら100時間とかかかるから、一からやり直しなんかできないですよってみんな思うね。この時って確か24時間もあればクリアできたよね。20数時間、まあ長くても30時間もあれば、ストーリーはクリアできたんじゃないかなと思いますから、まあそういう意味で、まあね、今と昔とではゲームが全然違うから、それは用意される要素とか、なんか取り返しのつかない要素がより昔より嫌われるなんていうのは、まあそういうことなのかもしれませんけれどもね。まあでもなんかそういう点も含めて楽しめていたっていう経験は、今のゲームでも同じように適用できたりしますよね。なんかうまくいかなかった時、難しくてクリアできなかった時、ね、なんかこう、もう一回トライしてやろうとか、またやり直せばいいかとか、なんかそういう気持ちでなんかゲームやってたりするので、なんかその昔からゲームやってる人と最近から始めた人とではなんかこうゲームへの取り組み方っていうのもちょっと違うのかなっていうのはね、まあそれがいいとか悪いとかそういうことではなくてね、まあ、違いがちょっと出たりするんだろうななんていうのはありますけれどもね。で、何の話だっけ？好きなキャラクターの話。私多分ね、エドガーとマッシュかなが一番好きかもしれないですね。いやなんかね、ファイナルファンタジーを僕楽しみにしてた理由として、なんかね、感動 したいなって思ってたんです、子供ながらに。なんかいい話とかでちょっとこう涙をこう流したいな、ぐすっとなりたいなみたいな気持ちがなんかあったんだよね。なんか変なガキだよね変なガキ緊張だなって今でも思うんだけれども、だと映画とかドラマで感動とかじゃなくて、アニメやゲームで感動を得たいっていう、そういうところから栄養分を取りたいっていう気持ちがなんかあったんですよね。で、その中の一番がファイナルファンタジーだったんですよね。で、ストーリーの中でやっぱりカイエンとかも結構ね、なんかカイエンはでもね、なんか感動っていうか、なんか悔しいっていう気持ちがすごく強かったり、いやでもマレッシャのところのカイエンの話はちょっとグッとくるよね。まあグッとくるのはまあちょっとそれ置いといて、でもエドガーとマッシュがいいな、なんか兄弟の物語っていうところがなんかすごく僕にはとても美しく見えたなっていうところがあって、さっきも言ったんだけど、なんかそのいろんなキャラクターたちが仲間になって集結していって物語が紡がれるような、そういうその超大作 RPG の金字塔だと思ってて、それは物語の展開的にもそうで、なんかその一回世界やばくなるじゃないですか一回世界やばくなって仲間みんなバラバラになって、だけどそこでもう一回集結して乗り越えて、その最後のボスに挑むみたいな、そういう一連の流れが壮大さをより醸し出してるなって感じるんですよね。なんかそのいろんな RPG、 いろんな物語があって、それ今言った流れとは全然違う、ね、物語にみんななってるんだけども、根底にあるのってそれに近いものだよなってちょっと思うんだよね。物語の中盤ぐらいで一回絶望を味わわせといて、そこから乗り越えていくみたいな、そういう流れすごかったもんね。その日世界は引き裂かれたっていう一文がそのすごい脳裏にこびりついていて、で脳裏にねこびりついているっていうとね、テレビコマーシャルも私すっごいこびりついてて、夢じゃないっていう一言、たったす一言なの、夢じゃないって一言ね。このテレビコマーシャルが流れるたびに子供ながらにテレビにかじりついて、もう夢中になって見てたの。発売前の時なんでね、早く発売されないかなみたいなね。ファイナルファンタジー のテーマソングがすごい好きだったっていうところもありますよね。まあ、ファイナルファンタジー のメインテーマってゲームの中でしょっちゅうは流れないじゃないですか。それこそエンディングでしか流れないとか、そういうのもあったりして、なんかその感動的ですごく耳に残る、その BGM が聴きたいっていう思いの中でやってるので、コマーシャルその BGM かかってたから、もう食い入るように聴く、見る聴くだったんだよね。今にして思えばさ、夢じゃない、ゲームのどの部分のこと言ってんだろうねなんか内容と全然関係ないキャッチコピーな気がしますけれども、いやでも夢じゃない、ファイナルファンタジー6は確かに存在して、私たちのね思い出の中に、いや今なおこうなんだろう、輝き続けてる作品としてね、そそり立ってるなんだ、そそり立ってるって何なんだよなんで急に大人が下ネタぶち込んだ、よくわかんないことになってる。まあ最近ではなんかね、いろんなゲームがリメイクされたりするじゃないですか。それこそファイナルファンタジー7なんかね、リメイク今まさに楽しんでますよ。セブンリバースなんてさ、俺もう1ヶ月以上ずっと楽しみ続けてるんだよね。いや、ほんと子供の頃も大好きだし、大人になっても今でもファイナルファンタジー大好きなんだなって、なんかちょっとすごい痛感するんだけれども、このファイナルファンタジー6のリメイクを望むのかどうかみたいな。皆さんは望みますか？なんかのインタビュー、北瀬さんだっけな、インタビュー6のリメイクはありえるのかみたいなの話があって、6は相当大変なことになるだろうなっていう風になんかお話ししてましたね。まあそれはすなわち検討されているものではあったりするっていうことだと思うんですけど、まあ、7でもあれだけすごいわけですから、6ってさらに登場人物がすごいわけですよ。まあ、昔スーパーファミコンだからその規模の物語描くことできたけれども、今のグラフィッククオリティでその物語描こうと思ったらどんなことになっちゃうんですかっていう話になるじゃないですか。オペラ座とかもっとすごいことをやりたくなるでしょうしさ。ね、その獣ヶ原とかもさ膨大な獣ヶ原オープンワールドで俺ちょっとそれやりたいんだけど、ちょっとスクエにさ、エドガー・マッシュの兄弟の話、カイエンの家族の物語、そして、ロックとセリスの愛の物語、そしてティナの自分の存在とは一体何なのかとかっていうものをこう見つめ直すような物語って全部もう膨大にならざるを得ないじゃないですか。もうテーマがさね。あとシャドウの物語。シャドウの物語はあれもったいないんだよね。すごい物語があるのにあえてその断片的にしか語らずにちりぢりにさせてしまっていて、しかもそのなんだろう、表だった物語にしてないんだよね。だってもう隠しキャラに近い感じの位置づけだから、豪華贅沢なことやってんだよね。だからね、本当にね。いやこれね、魔導アーマーの存在も忘れちゃいけませんよね。最初これ見た時にもう本当に俺なんだろうね、パンツ脱いだもんねっつってパンツ脱いだもん。俺記憶あるもんだって。何これかっこよすぎるんだけど、衝撃を受けましたよ。何なんすかね、魔導アーマーってもうどっからそんなアイディアが湧いたんですかってね。いやだからこそ私スクエニさんにこっち本当にお願いしたいんだけど、このティナと魔導アーマーのフィギュアをせめて20万円で販売してほしい。160万円のでかいやつじゃなくて、もうちょっとコンパクトにして、買いたいの。この辺にドンってこのぐらいのサイズで飾りたいの。ねえ。ティナの魔導アーマーを。160万はちょっとマジで無理だから、20万なら俺出す。いや、25万でもいい。30? 30いく？いや、まあでも、これぐらいのサイズでクオリティ高い魔導アーマーのフィギュアだったら、ちょっと、俺買う、買うから、ほんとこれ作ってほしい。ちょっとこれ届かねえかな、この思い。スクエア・エニックスさんにさ、本当にね。まあ、フィギュア作るプロジェクトって多分すげえ大変なんだとは思うんですけれどもね。もうさ、そのティファとかさ、エアリスのさ、もう分かった。もうそれももういい。もういいよ。次、ここでお願いします。これのフィギュア化で、ぜひ、東京ゲームショウで見てきたよ。でも、2年前か。2年前の東京ゲームショウで、2年前去年だったかな。実物見ましたよ。160万ぐらいのフィギュア、すげえなーと思って。ファイナルファンタジーですごかったのは悪役がすごかったっていうところもあって、そのやっぱりいい物語って強烈な悪役がいたりしますよね。やっぱケフカはねすごかったね。あれね、純粋な悪として描かれていて強烈なインパクトがありましたよね。いやだって今でもケフカの笑い声とか頭にさ思い出そうと思えばいつでも出てくるもんね。いやすごいインパクトのキャラクター作り上げたよなーなんて思いますよね。いやそれ今でこそさ、ファイナルファンタジー7のセフィロスっていうのもキャラクターとしてすごい強烈なものだったりしますけれどもね。いやだからこう6のそういうのがあったから、そのねラスボスとか悪役も強烈なものにしようぜっていう思いのもと、なんかその後も作られてったんだろうね。でもまあ全てが成功してるとは言えないのかもしれませんね。ファイナルファンタジーの中では悪役が強烈に残ってるのって6、7、あと何？まあ、10あたりもね、シンっていう存在はすごく恐怖で強大で、その裏に隠れたその謎みたいなところにもね、ドキドキワクワクしましたけれども、そう、だからやっぱり名作として言われるものってさ、やっぱりその悪役が強烈だよね、悪役が。あー、懐かしい。説明書の匂い。もうさ、発売から30年経ってるはずなのに、あの時の匂いまだするもんね。この匂い何なんだろうね。これプラスチックのこの匂いだと思うんだよね。ね。なんか癖になる香ばしさ。あー、懐かしい。いや、本当にね、懐かしくてちょっとあれだね。なんとも言えない気持ちになってくるね。じゃあ、まあ、あの時に戻りたいかって言われると、僕は全然そんな風には思いません。今が幸せだからとかっていうことではなくて、この作品を懐かしみながら楽しむことができてる今の私はその時の自分がいたから今の自分、今こうやって楽しめてるっていうのもあるので、なんかね、その時にじゃあ即座に戻りたい、戻れるよ、神様がパーって来ていいよ、あの時に戻してあげるって言われても、俺はいや、そうやって言われたら戻るかな戻るかなそれ記憶とか残ったまま戻れるんですかねどうなんだろう。だとしたらちょっとだいぶ早い段階で NVIDIA の株がっつり買っとくから、ちょっと一回戻るかもしれない戻るかもしれない。まあ、そんな感じで、まあ、熱狂したゲームソフトってあると。なんかね、ふと思うんだけど、今の若い子供たちってこういう風に熱狂するゲームってあるのかな。あるか。ポケモンとかそういう感じか。発売日前の日から楽しみになって眠れなくなって、そのお小遣いさ、お年玉とか取っといて、絶対このゲーム買うっつって握りしめてうわーって買いに行くようなゲームってあるのかな。あるね、あるね。ポケモンね、大丈夫だね。フォートナイトなんかでもちょっと意味違うよね。プレイ自体は無料で、でも課金してなかったら友達から何か言われたりするわけでしょ。だから課金したくなったりするわけでしょ。なんかやっぱりゲームの形ってやっぱりすごく変わってきてるね。まあ昔がいいとか今が悪いとかそういうことではない。ゲームの形もいろいろ進化していって変わっていってる。そんな中で私たちはあの時のゲームの思い出をもとに今のゲームのあり方にも対応していけるニューおじさんとしてなんだニューおじさんってね、どっちの体験も楽しめるような、そんな風にねなっていけたらいいですよね。という風にね、ファイナルファンタジー6のことを思い出しながらなんとなく思った次第でございました。ぜひ皆さんのね、6の思い出話たくさん聞かせてください。長文になっても構いません。淡白な一行でも構いません。みんなでね、好きなゲームで盛り上がろう。というわけで今日の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。ほんじゃね。